サウスダコタ州の歴史、サウスダコタ州の歴史、サウスダコタ州の歴史、A.History of Sou スダコタでは、アメリカ合衆国サウスダコタ州となった地域に、数千年前に、初めて先住民族が住み着いてから、現代までの歴史を概説する。今日のサウスダコタには少なくとも数千年前に、人類が住み着いた。1700年代に、フランス人や、 他のヨーロッパ人探検家は、オマハ族やアリカラ族、またはリー族を含む様々な集団と遭遇したが、1800年代初期までに、スー族、またはダコタ族、ラコタ族及びナコタ族が支配的となった。1743年、ラベランドリエ兄弟、二人のフランス系カナダ人の毛ワ公益業者及び探検家たちが、 現在のピアの地近くに名板を埋めて、その地域がフランス領ルイジアナの一部として、フランスの領地だと主張した。1803年、アメリカ合衆国はナポレオンからルイジアナを買収し、トーマス・ジェファーソン大統領は、ルイス・クラーク探検隊と一般に呼ばれる集団を編成し新しく獲得した地域の探検をさせた。この遠征隊は発見の舞台とも呼ばれ、ミズーリ川に沿って、 太平洋への往路と袋とで2回この地域を旅した。探検隊は道すがら植物標本を採集し、土地の動物種のいくつかは初めて見るものだったのそれを、スケッチし、ミズーリ川の流域の地図を作った。1817年、アメリカ人毛川交易基地が、現在のフォートピアに作られ、この地域のアメリカ人による開拓が続くようになった。 1830年代、この地域に住んだ一握りの白人にとって、毛皮の交易が経済道で主要なものだった。これら罠漁師や交易業者の大半は、ヨーロッパの毛皮需要が1840年頃に、ぼんだ後でこの地域を離れた。1855年、アメリカ陸軍は、ピアトリレを購入したが、南のランドールトリレを好んだので翌年には放棄した。この時までに、 アメリカ人やヨーロッパ人による開拓地が急速に増加し、1858年にはヤンクトン数族が1858年条約に署名して、現在のサウスダコタ東部の大半をアメリカ合衆国に譲渡した。土地投機家たちがサウスダコタ東部の現在の大都市のうち二つを設立した。1856年のスーフォールズと1859年のヤンクトンである。 1861年、アメリカ合衆国政府によって、ダコタ巡州が作られた。当初は、現在のノースダコタ州、サウスダコタ州、及びモンタナ州とワイオミング州の一部を含んでいた。スカンディナビア、ドイツ、アイルランド及び、ロシアから、さらにその他のヨーロッパ諸国から、また合衆国東部からの開拓者が、ほんの一滴から洪水となるまで増加し、 特に東部の鉄道が、順州の州都ヤンクトンまで1872年に、つながった後、またジョージアームストロングカスターが率いた軍隊の、遠征中の1874年にブラックヒルズで、近郊が発見された後は増加し、この遠征は、現在のサウスダコタ州西半分がによって、水族大居留地として与えられたという事実がありながら拒行された。水族は、 ブラックヒルズにおける最高権や土地の権利を認めることを見、合衆国政府が白人の鉱山市や開拓者たちにこの地域に入らないようにすることに失敗した後で、ブラックヒルズ戦争が勃発した。最終的に数族が敗北し、サウスダコタやノースダコタ領内の居留地に収まった。人口の増加によって、ダコタ巡州は二つに分けられ、 1889年の権限付与法という表題のノースダコタとサウスダコタ、さらにモンタナ州とワシントン州を州にする法案がグローバー・クリーブンド政権の1889年2月22日に成立した。ノースダコタ州とサウスダコタ州が合衆国に加盟することを正式に認める宣言書にはクリーブランドの後継者、 ベンジャミン・ハリソン大統領が1889年1月2日に署名した。ハリソンはその国務長官ジェームズ・ジーブレインに宣言書を混ぜ合わせて最初に署名した順番がわからなくなるように指示し、実際の順番は記録されていない。合衆国に加盟した順番はノースダコタ州が39番目、サウスダコタ州が40番目となっている。 1890年12月29日、パインリッチ・インディアン居留地でウンデット2位の虐殺が起こった。この虐殺は通常アメリカ合衆国と数族との間の最後の武装闘争と言われており、約300名の数族が死ぬ結果となったが、その多くは女と子供だった。この闘争でアメリカ兵25名も戦死した。1930年代。 経済的な条件と気象的な条件が組み合わさって、サウスダコタ州に破壊的な結果を起こした。雨が降らず、極端に高い気温とのうちの過剰工作によって、サウスダコタ州や他のいくつかの平原州で、ダストボールと呼ばれるものを生んだ。肥沃な氷土が大量の砂嵐で吹き飛ばされ、いくつかの収穫物は完全に損なわれた。ダストボールの経験は、 地元銀行の受け戻し権喪失や世界恐慌の全体的経済効果と組み合わされて多くのサウスダコタ人が土地を離れることになった。1930年から1940年にかけてサウスダコタ州の人口は7%以上減った。アメリカ合衆国が1941年に第二次世界大戦に参入すると経済的な安定が戻ってきた。この時、 国民が戦争に動員され、州内の農業及び工業製品に対する需要が増加した。6万8000名以上のサウスダコタ人が戦争中に軍隊で従軍し、そのうち2200名以上が戦死した。1944年、ピックスローン計画が1944年の洪水防止法の一部として連邦議会で成立し、 ミズーリ側に6カ所の大きなダムが築かれ、そのうちは4カ所は少なくとも、部分的に、サウスダコタ州内に位した。治水、水力発電及びボートや釣りのようなレクレーションが、そのダムと貯水池によってもたらされた。1972年6月9日から10日に、かけての夜、ブラックヒルズに激しい雨が降り、ラピッドクリークにかかる、キャニオンレークダムが崩壊した。 ダムの崩壊に嵐の激しい出水が組み合わされ小さなクリークが大量の流れとなってラピットシティ中心を洗い流した。この洪水で228人が死に1335件の家屋と約5000台の自動車を破壊した。洪水の損失額は1億60ドル、現在価値で6億6400万ドルに相当に上った。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。